はい、皆さんこんにちは。今日はこの加圧トレーニングの効果について解説したいと思います。加圧トレーニングってなんとなく聞いたことはあるけれども、具体的によく詳しくは知らないという方が多いと思うので、今日はできるだけ分かりやすく基本的な部分を解説していきます。この加圧トレーニングというのは、こういう専用のデバイスを取り付けて行うトレーニング方法なんですけども、行うトレーニング自体は本当に簡単なダンベル運動とかスクワットとか、本当に一般的な筋トレが基本になります。で、この腕に巻いているバンドと、ここにデバイスがあるんですけども、それがチューブでつながってまして、このデバイスからこのバンドに空気が送られて、血圧を測る機械みたいな感じで腕を圧迫してですね、血管を圧迫して血流を安全な範囲で制限するわけですね。で、その血流を制限した状態で運動を行うと、人間の体にはどういう変化が起こるのかということ、この加圧トレーニングは実際にどんなメリットがあって、どういう人におすすめなのかということ、あともう一つはやっぱり加圧トレーニングのデメリットの部分というのもありますから、どういう人は注意しないといけないのかということもこの動画で解説していきます。はい、まず加圧トレーニングとは何かということなんですけども、これ日本人の佐藤義明さんという方が考案したトレーニング方法で、その方が特許を取ってこういう加圧デバイスを作ってですね、もう世界中に広まっているんですね。この加圧 C4 というのは商品名、このデバイスの商品名なんですけども、もう加圧は加圧で通じる、英語圏でも通じる加圧グローバルという会社が世界展開していますので、世界のアスリートにとっても非常に広く広まっているトレーニング方法なんですね。適切に血流を制限しながら極めて軽い負荷で行うトレーニング方法になります。で、そうするとじゃあどういうことが起こるのかということを具体的に解説していくんですけども、まずですね、キーワードってなるのが乳酸と成長ホルモンというものなんですね。皆さん運動をすると筋肉を使うと、筋肉の中で糖が消費されて、その代謝物質として乳酸が出てくるというのは結構常識的に知られていますよね。筋肉に乳酸が溜まってくるってよく言うと思うんですけども、普通ですね、筋肉から発生した乳酸は、血管の血流によってどんどん洗い流されていって、最終的には肝臓で処理されるんですけども、運動が激しくて乳酸の発生量が多いと、その洗い流すのが間に合わなくて、筋肉の中で乳酸の濃度がどんどん高まっていくんですね。その筋肉の中で乳酸の濃度が高まっていくっていうことが、実は脳が今激しい運動をしているんだって認識するシグナルになっているんですね。筋肉を使うと筋肉の中で乳酸の濃度が高まって、その乳酸の濃度の高まりを受けて脳が、今すごい筋肉使ってると認識して、その激しい運動に対応するために体を成長させなきゃいけないですから、成長ホルモンを脳が大量に分泌すると、それによって体は運動に適応して成長していくと、こういう仕組みになっているんですけども、じゃあそれに加圧トレーニングを加えるとどうなるかということなんですけども、加圧した状態で運動を行いますと、ここの部分の血流が非常に制限されていますから、乳酸を洗い流す血流も制限されるので、そこでですね、極めて軽い負荷の運動であっても乳酸の濃度が劇的に高まっていくんですね。通常ありえないレベルで乳酸の濃度が高まっていきますので、そうすると脳は通常ありえないレベルの激しい運動をしているんだと誤解するわけですね。これに対応して通常ありえないレベルの大量の成長ホルモンを分泌するということが実際に起こるわけですね。これはいろんな研究で確かめられているんですけども、平常時のだいたい300倍近い成長ホルモンが分泌されることがあるということが分かっていますので、平常時の300倍ものですね、成長ホルモンを分泌させようと思ったら、もう本当にトップアスリートが疲労困憊するぐらいのものすごい激しい運動を本来はしなきゃいけないんですけども、それが一般人でもできるくらいの軽い負荷の運動で実現できるということが加圧トレーニングの非常に大きなメリットになりますね。これが加圧トレーニングの基本理論になります。
まあ、そしてこの加圧トレーニングによってもたらされるもの、実際にどういうことがあるかということなんですけども、まずは筋肉の増強ですね。筋肥大トレーニングってよく言いますけども、まあ、筋肥大トレーニングをするには、普通であれば結構強い負荷の運動で、まあ、高負荷低回数の運動、かなり重いダンベルとかを持って、強い負荷をかけた運動をしなきゃいけないんですけども、まあ、加圧トレーニングであれば、それが極めて軽い負荷でも同じような効果が得られる、同じような筋肥大効果が得られるということが実際に確かめられています。で、そして成長ホルモンが大量に分泌されるんですけども、成長ホルモンというのは体脂肪を分解する作用もあるんですね。まあ、激しい運動に適応するための対応ですから、激しい運動をするためのエネルギーを確保しなきゃいけないので、体脂肪を分解してエネルギー確保しようということが起こりますから、ダイエットにも非常に役に立つということ。で、そして成長ホルモンといえばやっぱり新陳代謝ですから、全身の細胞を、古い細胞を除去して、新しい細胞に生まれ変わらせていくという新陳代謝の活性化が起こりますから、筋肉だけじゃなくてお肌の再生というのも非常に進んでいくんですね。もちろんお肌だけじゃなくて、血管もそうですし、内臓もそうですし、骨もそうなんですね。骨っていうのも新陳代謝してますから、骨の強度を高めていく、骨の強度を上昇させていくという意味でも非常に効果があるということが分かっています。で、そして毛細血管の再生ということも非常に重要なポイントでして、今ですね、ちょっとだけ圧力かけているんですけども、もうです、腕パンパンになってるんですね。ここに、血液と水分がもうパンパンに溜まってる状態ですので、毛細血管の方にもどんどん血液が流れ込んでいきますから、この末端部分の毛細血管を再生させる、血管を開くという効果もあります。で、毛細血管が開くということは、毛細血管にどんどん血が流れていきますから、相対的に太い動脈を流れる血液量がちょっと減少するんですね。そうすると動脈の血圧が下がって、動脈に対する負荷も軽減されるということが分かっています。そして、あとは、それだけ血流が良くなれば、当然、老廃物を洗い流す力も強くなりますから、疲労の回復も促進されるということ。特に肩こりとかですね、腰痛とかっていうのを悩んでいる方は、この辺の毛細血管がちょっと悪くなってですね、血流が悪くなってるんですね。これによって筋肉が凝り固まっちゃって、そこに老廃物がどんどん溜まって、肩こりみたいな症状が出てくるんですけども、そこにこの圧力をかけることによって反強制的に血液を流しますから、老廃物がどんどん洗い流されて、筋肉に新鮮な酸素と栄養が供給されて、疲れが取れるということが実際に起こりますので、僕なんかもですね、結構デスクワークが長く続いて、この辺疲れてきたなっていう時は、この巻いて、ちょっと加圧してるだけでも結構疲れが取れるんですね。それだけ疲労回復効果というのはかなり強く実感することができます。で、そして筋肉の肥大効果と言ったんですけども、今腕に巻いてますから、じゃあ腕の筋肉しか肥大しないの？この胸筋とか腹筋とか胴体の筋肉は肥大しないの？って言ったら、実は肥大するんですね。この加圧トレーニングによる筋肉の増強効果というのは、成長ホルモンとかその他のいろんなホルモンとか、あとマイオカインとか、実際にはいろんな物質がドバドバと出てくるんですけども、そういった物質の信号、シグナルによるものですから、そういうホルモンっていうのはですね、一旦分泌されたら血管に乗って全身を回りますから、この加圧トレーニングの効果というのは全身に転移していくということが分かっているんですね。ですから加圧した状態でちょっと腕のトレーニングとかして、成長ホルモンが大量に分泌されると、その状態で腕立て伏せとかやって、大胸筋もやろう、腹筋もやろう、やると、それだけでも非常に高い効果が得られるということが分かっています。で、その加圧トレーニング、じゃあ実際どういう人にメリットがあるかということをちょっとまとめたいんですけども、まずですね、トップアスリートの方にどんどん広まっているんですね。やっぱりこういう新しいトレーニング方法というのは。今度のパリオリンピックでも実際選手村に加圧トレーニングブースが設置されて、加圧グローバルのコーチがですね、インストラクターが選手村に常駐して、アスリートに加圧トレーニングのメソッドを提供していると、1万人ぐらいの方に
提供しているということがもうすでにニュースになっているんですけども、オリンピックで金メダル取るようなアスリートがもちろんやるというのは非常に有効なんですが、それと同時にですね、運動初心者の方ですね、なかなか高負荷の筋トレみたいなのが難しい方ですよね。やっぱりある程度筋肉を増やしていくためには、結構高い負荷をかけて筋トレしてもらわなきゃいけないんですけども、僕もトレーナーですけど、トレーナー目線から言うとですね、こう運動初心者の方に結構重いものをやってもらうのってちょっと怖いんですね。やっぱりどうしても重いバーベルとかダンベルになると関節を痛めたりするリスクがありますので、トレーナーとしてはちょっとそういうの怖いんですけども、加圧トレーニングであれば本当に軽い負荷の自重の腕立て伏せとか、あとゴムチューブをちょっと使った筋トレとか、そういったものだけでも十分な効果が得られますから、特にそういう強い負荷の運動が難しいような運動初心者の方にこそぴったりな運動なんですね。この加圧トレーニング、加圧のメソッドの謳い文句としては、短時間短期間超軽負荷で非常に強いトレーニングをしたのと同じくらいの効果が出ますというふうに謳っていますから、それはまさに運動初心者の方が週1回とか2回ぐらい軽く運動して運動不足を解消しよう、ある程度筋肉をつけよう、健康な体を維持しようということには非常にぴったり、もちろんダイエットにも有効ですから、ダイエットのパーソナルトレーニングも週2回本当にきついトレーニングをやるんですが、それを加圧トレーニングであれば軽負荷のトレーニングで十分な効果が得られるということです。ちなみにですね、じゃあ軽負荷だったら加圧トレーニングっていうのは楽なのかといったら、実は残念ながら楽ではなくてですね、それは結構きついトレーニングですね。この加圧してると本当に力が入らないので、本当に軽いダンベル2キロぐらいのダンベルでも僕なんか本当にもう限界になっちゃうぐらいのきついトレーニングなので、決して楽なトレーニングではないんですけども、怪我のリスクは限りなく低いということが大きなメリットになります。そしてじゃあ加圧トレーニングのデメリットの方なんですけども、これ一番よく言われているのが、ゴースト血管の再生に伴う皮下出血ということなんですね。ゴースト血管というのは何かというと、人間の体中に毛細血管が張り巡らされてますけども、その毛細血管すべてにしっかり血液が通ってるとは限らないんですね。実際に運動不足の方とか、あんまり体を動かしてない方は、結構この毛細血管に血が流れなくなって枯れちゃってる血管っていうのが結構たくさんありまして、それがいわゆるゴースト血管というものなんですけども、このゴースト血管に加圧トレーニングによって血が流れるようになって再生していくということなんですね。このゴースト血管が再生していくということは非常に素晴らしいことなんですが、正直ですね、長年枯れてた血管というのはボロボロになってますので、加圧トレーニングでいきなり血液が流れると破けるんですね。そして破けて皮膚の下で出血します。そうするとこの特に二の腕とかなんかに赤いブツブツがいっぱいできるんですね。結構びっくりするぐらい赤くブツ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 ってできちゃうので、やっぱりノースリーブファッションとかですね、好きな方はそれがちょっとしばらくは気になるだろうなという感じですね。それが一番最初に説明しておかなきゃいけないリスクで、1ヶ月ぐらい続けてるともうほとんどそういう赤いブツブツは出てこなくなるので、それが血管が再生したという証になりますから、それは素晴らしい効果ではあるんですけども、そうなるまではちょっと見た目が気になるというのが大きなデメリットですね。で、あと結構多いのが、そんなに圧力かけたら動脈硬化とかが進んでる人は動脈破けちゃったりしないのっていうことを結構言われるんですが、毛細血管が再生してそっちの方に血液が流れていきますから、動脈のリスクというのはむしろ下がるわけですね。加圧トレーニングのいろんな研究でたくさんありますけども、一貫してこの循環器系のリスクは下がるということが分かっていますので、動脈硬化の方とかにもむしろおすすめのトレーニング方法なんですね。であと特に注意しなきゃいけないのは貧血の方で、どうしても血流を制限しますから、
一時的に脳の血流が悪くなって貧血が悪化する立ちくらみの超強力版みたいなのが起きて一時的に失神してしまうような可能性もあるので、そういったことだけは注意しなきゃいけないんですけども、そういうことも続けていけばどん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 循環器の働きが強くなるので、そういったリスクも下がっていくというメリットがありますから、一時的にデメリットがあったとしても長期的にはほぼメリットしかないようなトレーニングになるので、ぜひですね皆さん体験していただきたいですね。で、体験というのはうちのジムでやる予定ですから、ぜひ概要欄の方にですね、僕のジムの詳細も載っけてますから、ぜひ体験してみたい方は概要欄の方からアクセスしてみてください。今日の動画役に立っているという方もぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。